で、こういう、まあ、自己関係であるからこそ自分がまず治療を受けるということがとても大事になってくるわけです。それに対してですね、また全然違う考え方がある。で、それが診療法と他者場の提供ということなんですけども、閉じた近代の自己関係というのはどうしても狭くなる傾向があります。自分と自分の関係というと、すると、まあ、狭い自意識とか振り返りとかしてるけども、それはまあぐるぐるとしてそこから出てこれない。あるいは訓練としてこの診療法を受けててもその真剣さがなかなかない。つまり症状がないとなかなかそのまあ本当の意味で自分と向き合うというのは難しいわけなんです。で、このそういう意味で診療法というのは症状とか問題持ってる人を相手にしてるし、それは宗教なんかでも多くの宗教の階層というのはこう病気であるとか不幸であるとかそういうことをきっかけとして宗教を見出していたということも言えるし、まあ診療法についても同じようなことが言えると思うんですけども、ただ大きな違いはセラピストということを考えると、いくら優秀なセラピストでもクライエントが、まあ、頑張ってくれないと良くならない。あるいは逆もあって、いくらダメなセラピストでもクライエントの力で良くなるということがあります。これがまあ、すごく緻密な自己関係と違う診療法の面白さだと思います。で、さらに言うとクライエントも自分を超えたものに開かれている。まあ、だいたい症状なんてその思わぬもの、突然パニック発作になるとか、突然なんかこう胃腸の調子が悪くなるとか思わぬものですし、そういう思わぬ、まあ、自分にとっての他者に開かれているということがとても大事になるということだと思います。そうするとこういう心理療法って自己関係じゃなくて、まあ、クライアントの主体性を大事にするための場の提供ということがメインになってきます。で、代表的な考え方は例えば河合駿が言っているようなセラピストというのは劇の役者になるんじゃない、劇の舞台になるんだと。あるいは能における脇の立場ですよね。自分は必ずしもその、まあ、回わないけどもそれをじっと見守って場を提供しているというようなあり方です。で、日本の箱庭療法みたいなのもこれに入ってくると思います。で、さっきの、まあ、主体から出発する心理療法、リフレクティブな心理療法というふうに言うと、こっちはクリエイティブあるいはエマージャンスとしての心理療法ということが当てはまるんじゃないかなと思います。計画しないものが実現したという鎌田先生は間違いなくこっちの派だと思います。で、そういう意味で心療法っていうのはある種アンチ技学みたいなところがあって、こうあることを、まあ、こっちの立場、この2つ目の立場に行くと、あるものを押し付けるのではない。で、クライアントが、まあ、クリエイティブなことをしていくための場を提供することである。ただしその場を提供するための、まあ、技というのはある。それは時間とか場所とか、まあ、料金の設定であるとか、そういう枠を設定するということはとても大事である。けれどもそこでじゃあどうしようということは必ずしも提供しないんだということになってきます。で、その場ということなんですけども、ある種場の掃除性というかホーリズムがあると思います。さっき鎌田先生の話に短歌とか俳句というのが、まあ、俳句は宇宙を入れるということがありました。だからそのどんな小さな器であってもそれは小さい器ではなくて宇宙が入る。だから診療のセッティングそのものも一つの場なんだけども、その箱庭というのも場である。で、それはこう同じ
構造というか同じ内容を持つんだというところが一つの秘密だと思います。そしてこれクリエイティブとかエマージャンスとしての診療法という言い方をしたと思いますけど、あるいはそういう技という言い方をしたと思いますけども、まあそこに没入してるけどもそれをどっか理解しているという面というのも大事だと思います。そういう意味でこうリフレクティブな要素というのは入ってきているんじゃないかなと思います。